1955年、木下織、上田田も先生像右が、木下香織、木下香織は、日本の政治家。元衆議院議員、元大分市長、元大分県知事。大分県知事としては、感染も含めると第41から44代、公選のみでは、第3から6代にあたる。大分県宇佐郡味ジ村出身。旧西宇佐中学校。 旧制第五高等学校を経て、1918年に東京帝国大学法科を卒業。三井物産、平英英語教師、イギリスドイツ留学を経て、1926年に弁護士となる。太平洋戦争下の1942年に行われた第21回衆議院議員総選挙において、翌3政治体制協議会の推薦を受け当選。 終戦後の1945年10月には、衆議院議員のまま、大分市長となり、さらに日本社会党に入党。しかし、翌参議院であったため公職追放を受ける。追放解除後は、二度にわたり、衆議院議員に当選した。1955年4月には、革新統一候補として、知事選挙に立候補し、感染時代からの現職である。 保守系の細田特需らを破って初当選。以後、1971年まで4期16年にわたって県知事を務めた。大分県で初めての革新知事であったが高度経済成長に合わせた産業政策を取り、大分臨海工業地帯の造成によって、大分県の産業構造の工業化が飛躍的に進んだ。また、 大分県立芸術短期大学の開学、九州横断道路の着工、大分県立図書館の建設、第21回国民体育大会の開催、新大分空港の着工等を行った。微味求心でも知られる元衆議院議員、元関東長官の木下健次郎はおじ。衆議院議員、木下明は弟、その長男は元大分市長。 元衆議院議員の木下慶之助、ありがとうございます。